投資の能力を持った人なんだけど、リングの貞子いる。あの伊藤のやつ、あの貞子の母親のモデルとなった人物。マジ？自殺をしてしまった。高橋貞子。そこで貞子がやってくる。出てくる。嘘か本当かわからない、この世には明るみに出ることのない闇の噂が存在し続けている。あなたは信じきることができるだろうか。とってちゃんとやってもらって、はい、その役目正義にしか成り立たないから。マジで無理だろ。都市伝説めっちゃそんなマックル、ほら見ろこの水滴、気持ち悪いな。皆さんね、あの三船千鶴子という人物。ああ、三船トロフィーズね、オッケー。ああ、ホントですね、ホントはね、コウモリ、清水変わる、三船トロフィーズ、神奈川代表、三船トロフィーズ。ああ、神奈川代表、この人ね、はい、まあ写真を見せましょう。はい、ドドゥン。はい、こちらでございます。三船千鶴子です。これババ、まあ、ババって言うなお前。この人ね、千里眼っていう能力を持ってるんです。おー、千里眼。あの、あれじゃあ、サスケが使ってるやつでしょ。あの、千里眼カブイクイーン。まあね、千里眼っていうね、はいはい、まあ、いわゆる投資ですよね。おー、まあ、投資ね、投資の能力を持った人なんだけど、超有名なホラー映画のモデルにもなってて、さらにこの人をきっかけとしたある事件が起きて、その事件以降日本のオカルト界にあるタブーを作った人物として。おー、やめじゅう。あ、なかなか結構ね、闇と関わっているような人物。なーに、ホラー映画。そう、ホラー映画の、あるホラー映画のモデルになってる。パラノーマルアクティビティ。どう見ても和風だろこれ。というわけで今回はこの三船千鶴子の生い立ちとソウルの事件がどういったものなのかっていうのを喋っていきます。おーい。千鶴子っていうのは、オカルト界隈を中心に結構有名な人物なんだけど、なんと、リングの貞子いる。いや、あの伊藤のやつ。そうそうそう。あの貞子の母親のモデルとなった人物。マジで？母親？そう、貞子の母親。貞子のフルネームが山村貞子なんだけど、その母親の名前が山村静子。お、で、こっちが三船千鶴子って、まあ名前もちょっと似てる。おー、チーズね。この三船千鶴子という人物は1900年代の人物で、はいはいはい、熊本県で生まれたんですよ。お、熊本。投資能力に目覚めたきっかけっていうのが、はい、義理のお兄ちゃんがいて、はい、その義理のお兄ちゃんの催眠術によってこの投資能力が開花したという。催眠術。そういうことできるので、催眠術かけました、はい、お前は投資ができる、投資ができる、投資ができるみたいな感じで、それで修行を積んで投資ができるようになった。修行したらそんできんだ。そうそう、千鶴子の兄は千鶴子に投資を習得させて、自身が経営する病院で患者の体内を投資させて治療するということをしていた。千鶴子は患者の体を投資して病気の診断を行ったり、手かざしによる治療なども行っていた。そういう治療もできたりだとか、はい、炭鉱ってあるでしょ、石炭みたいなもんよ、うん、で、その時代って結構石炭ってめちゃめちゃ貴重な、うん、資源で、その発見した炭鉱っていうのが、はい、マンダ炭鉱っていうんだけど、知ってます？マンダ拓哉としてメジャーの、メジャーのメジャーの話すわ。アニメやめろ。メジャーの話に一生すんだよ。今でも世界遺産に登録されてるぐらい。マジで？それを千鶴子が見つけたと言われてる。ゲチパじゃん、やばい。投資してる様子が、あの、新聞にも載ったりとかして、おー、まあ、こんな感じで当時の新聞にも載ってるぐらい、すげえ、まあ、一躍時の人となった。ガチなんだね。で、まあ、そんな千鶴子がね、はい、あの、冒頭でも言った事件がきっかけでって言ったじゃん、はいはいはい、その事件の名前っていうのが千里眼事件って言うんですけど、その事件の経緯というものをちょっと説明していきます。はい、はい、千鶴子の投資の能力に注目した人物っていうのが、うん、福来智吉博士っていう、まあ、いろんな実験をしたのよね。その実験っていうのが、密閉した箱とかに紙があって、はいはい、その紙に何て書いてあるか見るみたいな、まあ、あー、ちゃんとする。こういうのに結構バッて当てるわけですよ、やっぱり。いや、まあ、能力あるからね。そういうのがあって、結構、うわ、マジで、千鶴子すげえやつだって感じで、どん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 有名になっていったと、はい。でもやっぱりね、その、結構疑問視する人もいるわけですよ、やっぱり。うん、なんでこんな疑問視されるかっていうと、うん、千鶴子、絶対に、当てるわけではなかった。外れる時もあったんですよ。あ、そうなんだ。そう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 。で、千鶴子の得意とする実験方法、まあ、投資方法っていうのが、はい、こう人々に背を向けた状態で実験物に触れながら投資するっていうものだった。まあ、例えば、うん、この箱の中に紙が入ってて投資しますってなったら、うん、まあ、教授とか見てますわ、注目してますわ、教授、教授、そう、注目してますわ。で、こうやって教授に背を向けた状態で
こう実験物に触れて投資を行う。ああなるほどなるほど。えそれさこういう感じでんじゃねえからここ。そうそう見えないところで しかも物に触れながら投資を行うってまずこの方法自体が怪しい、うん、だからこの教授の提案で物に触れないで投資をしろって言われたわけ。あそれはそうこれならさまあ何も言わないで、ね、何も文句言えない、うん、でやった結果失敗したんですよ。ああこういうことがあって疑問視する人も多いと。なるほどね。でまあこの数年後東京で結構規模のでかいようなまた公開実験が行われたんですよ。でその実験っていうのが鉛のケースを20個用意してその20個のケースに文字の入った紙を入れてって、うん、それをハンダ付けしてそれを千鶴子がどれか一つ選んでこれの投資をしますって言ってじゃあその中身開けてその投資ができてるかみたいな実験を。で千鶴子は千鶴子の得意な方法、うん、背を向けた状態でこう、はい、触ってでしかも別室で一人でやったわけで、その実験結果、はい成功です。だろうね。あ、成功だ。絶対なんかしてるもん。それ当たるわな。で、その投資した紙、なんて書いてあったかって言ったら、うん、盗む、丸、謝っていう字だったんですよ。これを聞いた教授側の人間一人が、いや、待てと。そんな文字は書いてないって言ったわけ。この盗む、丸、謝って実はね、この実験の前日に、実験の練習として使っていた紙を、こうポケットに入れてて、お守りみたいな感じでずっと持ってたの。あー。静子も、分かってたんですよ。自分のコンディションによってその投資が成功する日と失敗する日っていうのがあって、はい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 、だからその本番当日はもう調子が悪かったらしくてだからくすねてたこの盗むマルシャ、うん、ってやつをすり替えてこれですって言って当てたかように思わせた。あーなるほどね。要するにそうやらせをやったと。あーなるほどね。なんでだからもうバッシング受けるわけよ、うん、やらせやんけみたいな感じで。で、千鶴子それになんて反応したかっていうとはい、私はやらせでしたってちゃんと認めたの。おーまあその後も何回かこういう公開実験はあったんだけど、うん、成功する時ももちろんあったんだけど、はい、でも一回やらせを認めちゃってる時点でもうね、成功したところでねもう全然収まらないわけ。信じられない。そうで、そのバッシングに耐えられなかったかやらせをした罪の重さに感じて自殺をしてしまった。1911年1月18日に服毒自殺を図り駆けつけた遺族に遺言はないかと聞かれたら何も申し上げることはございませんと言い残し翌日の1月19日に24歳の短い生涯を閉じたと言われている。その死を追うように1ヶ月後に千鶴子と同じぐらいね結構ね実は有名になってた投資能力者の長尾育子、この人も原因不明の病気で亡くなってしまったんですよ、だからこれ以降超能力への研究っていうのが日本ではタブーになってしまったと。あ、うん、呪いみたいな感じ。そう、うん、これを調べるのはもう縁起が悪いみたいな。なるほどね。千鶴子を注目した福来博士って言ったでしょ、うん、この人自身は結構超能力に興味があったからその後も新しい超能力者を探したわけよ。で、うわっこの人物はヤバいっていうのがいてその人物の名前が高橋貞子。貞子おぉ、ここで貞子がやってくる。出てくる。マジか。高橋貞子っていうのは千鶴子よりもその投資能力に長けていた、うん、でこの千鶴子とか育子とかそういった能力者と明らかに違っていた点が一つあって、うん、能力を使う時にまるでもう別の人格が乗り移ったかのようになんかもうめちゃめちゃ豹変するっていう。そう福来博士もこれだったら公開実験してももう失敗とかないからもう余裕だって思うじゃん、うん、だから公開実験しようとしたんだけどもう世間的にはやっぱりもうアンチ超能力なわけよやっぱり。その結果貞子っていう存在は世間に知り渡ることは全くなかったと。おー、全然でもストーリーと結びつかんねねえ、うん、リンドから出てくるとかさ、ね、親子でもないテレビから出てくるとかね、うん、そうそもそも親子じゃないもんね。まあ以上が今回話したその三船千鶴子の生い立ちとまあ事件の経緯についてなんだけど、令和になってもね千里眼事件でねたまに取り扱われたりするぐらいちょいちょい話題に上がってる事件っていう。映画のそのモデルとなったまあ千鶴子貞子っていうまあ名前も完全に一致してるっていう点とか超能力っていうのがオカルト界でタブーになったっていう点を鑑みればこの事件が本当にあったというのはあながちデタラメでもないのかもしれません。信じるか信じないかはあなた次第です。でね、ちょっとね、この都市伝説、本当かもしれないっていう証拠を表す一枚の画像があって、それを見ていただきたい。何よ。こちらです。はい、この画像でございます。三船千鶴子。三船千鶴子のお墓なんですよ。ちゃんと実在する。じゃあマジかもしれんね。そうその出身地の熊本県に現在でもあるとされてるんです。熊本にしかも。そうだね。貞子に関してはマジで分かんないね。うん、
そうだね、サダコはマジで超有名だしね、意味わかんないです。はい、というわけでこの年伝説ちょっとでもゾッとした面白かったなと思ったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイビーバイビーバイビー